6時前か。さくら、起きてるかな。サイバー、先に行ってるぞ。しばらくしたら今に来てくれ。それでね、おじいちゃん倒れちゃってさ。わしが寝込んどるんだから少しは落ち着こうと思わんのかドラ娘なんて言うのよ。失礼しちゃうわよね。それじゃあ私がはぐれ雲みたいに聞こえるじゃない。先輩、はぐれ雲って何ですか？うん、フジ姉のこと。ふわふわ浮いてて正体がつかめないやつを指す。違う、はぐれ雲は遊び人。日がない一日何をするでもなく町の人たちを冷やかして面白おかしく暮らす人のことを言うのよ。けど先生、それじゃあお父さんの体かんばしくないんですか？まさか。うちの家系は風邪とかひかないって有名なんだから。おじいちゃんはね、年がいもなく若い子と相撲をして星やっちゃったの。相撲？相撲とは何ですか、タイガ？え？ちょっと言葉で説明するのは難しいな。とにかく押す、引かば押す、押せば押すっていう格闘技よ。武器なしなんだけど、げんこつはダメ、蹴るのもダメ。基本的に相手の体とがっしり組み合ってドリャーって地面に叩き伏せれば勝ちなんだ。それは純粋な力比べということでしょうか？そうね。あと服もなし、自分も相手もほとんど裸でぶつかり合うんだよ。あ、裸でですか？うん、回しをつけてるから急所は隠してるけど。あ、回しっていうのはふんどしのことね。わからなかったらシローに聞いてみて、私より詳しいから。なるほど。でシロ、ふんどしとは何ですか？知らない。相撲は専門外だから他を当たってくれ。嘘だ。シロ、回し持ってるくせに。持ってるか、そんなもん。相撲は藤江のじいさんにやらされただけで、回しだって借り物だっただろう。大体な、何年前の話してんだよ、藤江は。そっか、そうだ。シロ、子供の頃はちっちゃかったから相撲は負け続きだったんだもんね。おじいさまが違う競技にしなさいって言って勝つまでやめたがらないシローに弓持たせたんだっけ。ああ、フジネ、時間そろそろやばいぞ。7時前にはここを出ないと遅刻じゃないのか？あ、今日は大丈夫。昨日から朝の部活は禁止されたから。それでも今日は職員会議があるから早めに出ないとまずいんだけど。え、先生、弓道部も朝練中止なんですか？そうだよ。で、そっか、さくらちゃんには連絡行ってなかったか。昨日ちょっとした事故があってね、陸上部の子なんだけど部活中に怪我しちゃって、保健の笠間先生に言わせれば寝不足だとかで朝練はしばらく中止になったのよ。怪我人が一人出ただけで中止にするもんなのか？それも寝不足だって。そんなの本人の。藤根、その怪我人って何人出たんだ？10人以上、20人未満かな。そんなになんですか？先生、
弓道部のみんなは。それがね、うちには出てないけど、昨日の部活でも疲れた顔の子が何人かいたのよ。ほら、最近いろいろと物騒じゃない？そのあたりの精神的な疲れも無視できないから、できるだけ生徒には負担をかけない方針で行くみたい。部活が負担になるってわけじゃないけど、肉体的に疲労するのは否定できないしね。さくらちゃん、おかわり。ご飯半分でお願いね。はい、どうぞ。今朝は小食ですね、先生。そうなのよ。学校行っても仕事が溜まってるのかと思うと胃が痛くて痛くて食欲がないんだよ。そういうさくらちゃんは元気だよね。ご飯大盛りで2杯目だもん。育ち盛りですから、最近はすぐお腹減っちゃうし、多少無理でも食べておかないと大変です。なるほど、さくらには弓使いとしては腕力が足りません。栄養を取るのはいいことです。先輩、少しお話があるんですけど、お時間よろしいでしょうか？よろしいよ。時間まだ余裕あるし。はい。そのですね、お弁当をですね、作ってみたんですけど。もしかしてさくら、朝早くから弁当作ってくれてたのか？はい、早くに目が覚めちゃって、やることもないからお弁当作ろうかなって。それでご相談があるんですけど。なんだよ、改まって。相談ってよっぽどのことか？いえ、そんなことないです。ないんですけど。そうだ、先輩ってあんまりお弁当作りませんよね。お料理好きなのにどうしてなのかなって。さくら、俺別に料理好きってわけじゃないんだが。それがな、俺だって弁当のが安上がりだって分かってるけど、持っていくとクラスの男どもがたかってくるんだよ。結果、気がつくとおかずが半分になってるんだ。うん、そういうわけなんで、生徒会室が使える日しか弁当は作らないんだ。あそこなら一生と二人で食べられるだろう。先輩、それなら弓道場で昼食をとるのはどうでしょう？お昼なら道場も空いてますし、お茶も入れられますし、その誰もいないから静かだし。それもありかな。そうです。そういうのももちろんありです、先輩。
ど、部外者が入るってのもなんだな。一応三つ釣りに許可もらっておかないとダメだろう。そんなの大丈夫です。弓道場は学校の建物なんですから、部活動以外は生徒の自由で OK なのではないでしょうか。そうだな、迷惑でなければいいかもな。時間はまだまだ大丈夫ですね。こんなゆっくりした朝は久しぶりです。俺はいつも通りなんだけど、まあさくらと一緒に登校するのは珍しいか。はい、弓道部の朝練は休みなしですから。そうだけど、朝練は自由参加だろ。大抵のやつは2日に一遍ぐらいの割合なんだから、さくらだって休めばいいのに。それじゃ先輩、私が休んだら一緒に学校に行ってくれますか？そんなの当たり前だろ。同じところに行くんだから、さくらが嫌がっても一緒になる。それじゃやっぱり無理でした。私下手だから、一日でも休むと腕が下がっちゃいます。そんなもんかな。あんまり比べるのも足だけど、さくらの腕は1年じゃダントツだぞ。形もなってるから1日2日間を置いても問題ないはずなんだが。いいえ、私はまだ未熟です。今だって気を緩めると邪念が入るし、的が見えないなんてしょっちゅうだし、根が怠け者だから、毎日びっしりやってないとズルズルダメになっちゃうたちなんです。それじゃあ先輩、また後で。あ、授業中居眠りしたりするなよ。人間腹いっぱいだと眠くなるからな。それなら心配無用です。もうとっくにお腹8分目になってますから。そうだな、キャスターの被害に遭った人たちもすぐに元気になって戻ってくる。あ、ちょっと、あって何よ、あって人の顔を見るなり失礼なんじゃない？それとも何か私に後ろめたいことでもあるのかしらね、エミヤ君は。あのな、驚いたのはそっちもだろ。今のセリフはそっくりそのまま返してやる。それに昨日の電話、一体何なんだよ。来るなって言ったり来いって言ったり、ずいぶん勝手じゃないか、父さか。昨日のは特例よ。竜道寺のマスターが消えた後、あなたが学校を休んでれば何かあったって思うでしょ。その竜道寺の件を教えたのは私なんだから、エミヤ君に何かあったら困るじゃない。そっか、サンキュー、登坂。心配してくれてたんだな。そんなことないわよ。私はただ情報提供者として事の顛末が知りたいだけなんだから。それなら
昨日電話で言っただろ。キャスターとそのマスターは倒した。竜道寺にはもう何もないぞ。なんだよ登坂、俺なんかおかしなこと言ったか。ええ、エミヤ君を信じてないわけじゃないけど、もう一度だけ確認するわ。あなた本当にキャスターを倒したの？いくら俺でも勝敗ぐらいわかる。セイバーは完全にキャスターを消滅させた。キャスターのマスターだってもう。わかったわ。ならそのことで話があるの。ちょっと屋上まで付き合って。キャスターが消えてない？ええ、エミヤ君がキャスターを倒したのが2日前でしょ。なのに昨日も例の昏睡事件は起きた。それも魔力を奪われた人たちは今までより重い衰弱状態にあったわ。そんなバカな、俺たちは確かに。分かってる。あなたが嘘を言うわけないし、勘違いしてるとも思えないけど、実際に私とアーチャーはキャスターらしき影を見たのよ。昨日の夜、被害のあった現場に駆けつけた時にね。そうか。じゃあ本当にキャスターは生きていて、まだ町中から魔力を集めてるっていうのか。断言できないけど、そういうことね。けど竜道寺の雰囲気が変わったってことだけはわかる。あなたたちはキャスターを倒した。けどキャスターは未だ存在する。今確かなのはそれだけよ。登坂はどう思ってるんだ？え？私？ああ、おかしいって思ってるんだろ。お前が聖杯戦争を降りるとは思えないけど、今は聖杯の奪い合いよりキャスターのことをはっきりさせたいんじゃないのか。他のマスターとの戦いは後回しにしてでもさ。エミヤ君の思ってる通りよ。今回の聖杯戦争はどうもきな臭いわ。父さんに聞いていたものとは違う気がするのよね。なんていうか、私たちの知らないところで違うことが行われてる気がするの。じゃあ登坂はその。ええ、自分で納得がいくまで聖杯戦争のルールには従わない。誰かに利用されるのは仕方ないけど、利用された自分が誰にどんな危害を加えるのかわからないのは気に食わない。そういうの嫌でしょ。だからはっきりさせるまで他のマスターといがみ合うのはやめるつもり。そうか。それは休戦宣言ってことでいいのかな、父さん。エミヤ君が受けてくれるならね。この件が片付くまであなたが私と敵対しないのなら、私も危害は加えないわ。それはこっちのセリフだよ。登坂が手を出してこない限り、俺も登坂とは戦わない。それにもし戦う時が来たとしても、それは正々堂々とだ。その時が来るまでは。決まりね。分かってたけど、いい返事がもらえて嬉しいわ。よろしく、父さん。よし、契約成立ね。少しの間だろうけど、よろしく頼むわ、エミヤ君。どうしたの、エミヤ君。急に汗かいたりして。
なんか心拍数も上がってるけど。いや、なんでもない、ただの風邪だ。飯食えば治る、飯食えば治るんで、そろそろ昼飯にしよう。ははーん、この前相談された時にもしかしてって思ったけど、やっぱりそうなんだ。慣れてるような印象だけど、本当はそうでもなかったわけね。意外っていうか、イメージ通りっていうか。なんだよ、言いたいことあんならはっきり言えよな。黙ってるのは良くないんだぞ。別に、エミヤ君のことが少し分かっただけだから気にしないで。口にするつもりないから怯えなくていいわよ。怯えてなんかない、言いたきゃ勝手に言えばいいだろ。あら、言っていいの？何？小さくて聞こえないんだけど。すまん、口にしないでくれ。言われたらひどくショックを受けそうだ。特にお前の口から聞かされると2倍や3倍じゃ済まない気がする。そう？なら黙ってあげてもいいけど。エミヤ君、好きな子のリコーダーが気になるタイプでしょ。って言ってんじゃないか、この悪魔。だからね、人間ってのは本当のことを言われると怒ると思うのよ。いいから食べろ。ったく、弁当持ってないくせにさ、どうして箸だけは完備してんだよ。お前、箸いつも持ち歩いてんのか？ん？これは教室を出るときに持ってきただけよ。エミヤ君、この前もお昼ご飯持ってたから、今日も分けてもらえばいいかなって。で、もしお弁当だった時を考えて、事前に箸を用意したんだけど。あのさ、その用意周到さは、どこか論点がずれてると思うんだが。細かいことは気にしない気にしない。エミヤ君だって二人分のお弁当を持ってきてたんだから、結果オーライじゃない。いいか、俺一人じゃ食いきれなかったのも確かだしな。ま、父さん、さっきから野菜ばっかり食うなよな。肉も食え、肉も。俺ばっかり肉食ってたら胃にもたれるだろう。その唐揚げ、味付け甘いから苦手なのよ。だいたい女の子にお肉なんか勧めないでよね。ちゃんと自分で分量測ってるんだから、食べないってことはストップサインなの。嘘つけ。お前、焼肉で遠慮しないタイプだろ。もうそ、絶対そう。俺がちまちま塩辛つまんでる時に、わんこそばを食すがごときに霜降りカルビを食べるんだ。その量、その勢いたるや、俺の財布の中身などお構いなしで、むしろ破産させる気に違いない。そして、ひとしきり満足した後にはこう言うんだ。今回は手加減してあげたわ。言うじゃない、エミヤ君、あながち否定できないところが恐ろしいわ。けどお菓子のお弁当よね。量はすっごく多いのに、盛り付けとかラッピングとか女の子っぽいじゃない。エミヤ君、もしかして料理好き？まあ嫌いじゃないけど、今日の弁当は俺じゃなくて、さくらが作ってくれたもんだ。ああ、さくらっていうのは、父さか？どうした？砂糖の塊でも噛んだか？あっちゃ、やっちゃったか。ごちそうさま。あとはエミヤ君一人で食べて。
さくら。ごめん、さくら。間が悪かったわ。いえ、間が悪いなんてことはないです。先輩と遠坂先輩が一緒にいても、私は別に。だから違うんだって。ちょっとね、用があって私からエミヤ君を呼びつけたの。ついでに言うと、エミヤ君もあなたとの約束をすっぽかしたわけじゃないわ。こいつ、単に分かってなかっただけだから。なんだよそれ。さくらとの約束って別に何かあったわけじゃ。バカ。お弁当を作ったってことは、あんたと一緒に食べたいってことじゃない。さくらが怒るのも当たり前よ。それなら弓道場で昼食を取るのはどうでしょう。お昼なら道場も空いてますし、お茶も入れられますし、その誰もいないから静かだし。ごめんさくら、俺間抜けにも程がある。いいんです先輩。だってほら、ちゃんと約束したわけじゃないし、私もそうなったらいいなって思っただけで。よくない。行くぞさくら、今からでも間に合う。道場で手っ取り早く済ませれば。間に合うわけないでしょ。あと3分で何ができるっていうのよ。先輩、遠坂先輩の言う通り、教室に戻らないとダメですよ。けど、さくら。いいえ、気にしないでください。私、今ので十分嬉しかったです。ありがとうございました。それじゃあ、失礼しますね。先輩たちも早く戻らないと遅刻しちゃいますよ。じゃあ私も行くけど、学校が終わったらすぐに商店街にある中華飯店に行っておいて。そこで待ってるから。気は進まないけど、遠坂に言われたしな。エミヤ、時間があったのでな。先に食事を進めていた。
うした。立っていては話にならんだろう。座ったらどうだ。で、一体何の用だよ。あんたが自分から出向くなんて珍しいんじゃないのか。何、お前がすでに2体のサーバントを倒したと聞いてな。大したものだとねぎらいに来たのだ。そうかよ。悪いが、そういうのは気持ちだけで結構だ。別にあんたのために戦ってるわけじゃない。褒められる言われはない。つまらぬ世辞は余計だったか。では、望み通り本題に入るとしよう。リンからキャスターが生きているという話は聞いたな。なあ、キャスターはまだ限界していて、町の人間から魔力を集めてるって言うんだろう。そうだ。その件と関係があるかは分からんが、お前がキャスターを倒した夜、竜道寺にはもう一体サーバントがいてな。風貌、戦闘スタイルから言ってアサシンだと思われるが、断言はできない。アサシン、キャスターの他にもアサシンが竜道寺にいたっていうのか。でもセイバーは感知できなかったのだろう。アサシンはそう強力な英霊ではないが、特性として気配の遮断がある。隠密はアサシンの得意分野だからな。いかなセイバーとてアサシンが完全に引きこもってしまえば見つけようがないだろう。それは分かったけど、なんだって俺にそんなことを教えるんだ。一人のマスターに肩入れはしないんじゃないのか、あんたは。何、これは情報交換に過ぎ。私の知ることはそれだけだ。その代価としてここ数日お前が体験した出来事を教えろ。今回の聖杯戦争はどうも気配が違う。前回とは違うものが動いている気がしてならんのだ。教えたくないのならそれでも構わん。今のは忠告として聞いたと思えばいい。そんなことするか。教えてもらったからには代償ぐらい払う。一方的に話されたことだけど、必要なことだったからな。相変わらず義理がたいことだな、エミヤシロ。話はするけど、その前に聞いておくぞ。琴峰、あんたなんでそんなことを知ってるんだ。竜道寺にアサシンがいるなんて、サーヴァントでもいない限りわからないことだろう。なあに、単純な話だ。私のランサーが竜道寺でアサシンに敗れた。奴が消滅する寸前の映像をマスターである私が回収したに過ぎん。私もマスターだと言った。お前も口にしたではないか。サーヴァントでもいない限りわからないと。いや、実にその通りだったな。え？だがそれも昨日までの話だ。ランサーは消滅し、私は今回の聖杯戦争におけるマスターではなくなった。お前たちの敵ではなくなったということだ。さて、話はそれだけか。
ではお前の番だ。ここ数日何と出会い何を見た。衰したかと思っていたが、未だに現役とはな。人の血をすする妖怪というのは本当だったか。あの爺さんが人の血をすする妖怪。そうだ、魔刀の魔術は九州でな。六代前の魔術師であった魔刀造剣は際立った無視使いだったと聞く。待ってくれ、虫使いってその虫を媒体にして毒を使うやつのことか。何百匹もの毒虫を壺に入れて最後まで生き残った虫で呪いを打つっていう。いや、孤独の類ではない。元より呪詛はマキリの専門外だ。彼らが行う魔術は必ず自らの肉体に成果が返るもの。呪いなど行っては相手と共倒れになる。読んで字のごとく虫を使い魔にしてるってことか。なあ、魔刀造剣は他人の血を吸うだけの妖怪だ。人の血を吸うことで若さを保ち、肉体を変貌させ数百年を生き抜いたというが、さて凛の父親の話ではすでに死にたい、悪日のもとには出られないということだったが。日の下に出られない。そういえば会った時はどっちも夜だったけど。琴峰、魔刀造剣は吸血鬼なのか。あれは吸血鬼というよりは吸血虫だよ。性質も性格も陰湿ななめくじだ。数百年も生きてるって言ったな。じゃああのじいさんもマスターだったことがあるのか。いや、魔刀造剣がマスターだったことはない。やつは魔刀家の相談役のようなものだが、何分数百年と生きた妖怪だ。何か私たちが知らない方法でマスターになるという策を凝らしたのかもしれん。じゃあマスターのいなくなったキャスターと契約しているのはもしかして。さあな。だが気を許していい相手ではない。奴が表舞台に出てきた以上、確かな賞賛があってのことだ。今回の魔刀のマスターは、マキリにおける最悪の魔術王の呪語を受けているということだ。参考になった。マキリのご老人が動いているのならば、この異常事態も頷ける。監督役として被害の拡大に備えるとしよう。監督役ね。昨日まで俺たちに隠れてマスターだった男が何を。そう言うな。元より私に望みなどない。ランサーを得たのもより良い願望者に聖杯を与えたかっただけだ。それもここまでだな。あとはマスター同士で決めることだ。ま、私的な意見を言わせてもらえば、お前か凛、そのどちらかに聖杯が与えられればいいと思っている。なんでだよ。あんただってマスターになったからには聖杯が欲しかったんだろう。叶えるべき願いってのがあったんじゃないのか。そうだ、望みはないが目的はあった。だがそれは聖杯で叶えるべきことではない。私の目的はそれほど真剣なものではないし、私本人が叶えても意味のないものだ。なんだよそれ。謎かけならよそでやってくれ。老婆心のつもりなのだがな。
私とお前は同じだ。明確な望みがない者同士、救いなど求めてはいない。故に少しでも早く気がつけば楽になれると思ったのだが。食うのか？食べない。エミア、私は戦いから降りた身だが、お前とリンは未だマスターだ。造剣は陰湿だぞ。せいぜい気をつけることだ。ほら、もう準備はできている。嫌なことは早く済まそう。新しい本を作ってくれよ。まだ2個残ってるはずだろ。言う通りにすればすぐ帰っていいからさ。お前だってそうしたいんだろ。いいかい、あいつとはいずれ戦うしかないんだ。これ以上わがままを言っていると、今一度聞きましょう。信じ、私を使役するのは自らの身を守るためだけですね。ああ、何かと物騒だからさ、頼りになる護衛が欲しかったんだ。Thank you.
なんだよ、いきなり飛びかかってきて。びっくりするだろう。何よ、いきなりじゃないもん。さっきからずーっと呼んでるのに、シロウが気づかなかっただけじゃない。その、もしかして商店街からずっとか？そうだよ。シロウ、難しい顔して歩いてるんだもん。邪魔しないように後ろから呼びかけたのに、無視してどんどん進んでいっちゃうんだから。あ、いや、それは考え事をしてたからであって、イリアを無視したわけじゃ。それに、公園にだって来なかったわ。私、ずっと待ってたのに。すまん、忘れてた。ごめん、イリア。ふーんだ、そう簡単に許してあげないんだから。私、本当に怒ってるんだからね。イリア、提案がある。何よ、簡単な言葉じゃ聞かないわよ。だから言葉じゃなくて態度で謝罪する。イリア、今からうちに来ないか。それなら温かいお茶とお菓子をご馳走できるんだけど。他にないだろ。今なら誰もいな。あ、いや、セイバーはいるけど、絶対にイリアを襲わせない。公園じゃなくてさ、たまにはゆっくりお茶飲むのもいいんじゃないか。うん、確かにちょっといいかもしれないけど、シロウの家にお邪魔していいのかな。私、いいも悪いもない。それにほら、この前はイリアの城を見せてもらったし、今度はこっちの番だって言っただろ。うん、そうだね、そう言った。私、シロウの家に行っていいのかな。私はシロウとキリツグを殺しに来たのよ。その私がシロウの家に上がっていいの？あ、今はマスターも何も関係ない。俺はイリアに遊びに来てほしいだけだ。うん、ありがとう、お兄ちゃん。よし、ちょっとだけ待っててくれ、イリア。セイバーに話をつけてくれ。お断りします。いや、気持ちはわかる。セイバーの言いたいことはちゃんとわかってる。マスターを、しかもバーサーカーのマスターを自分の陣地にあげるなんて自殺行為だって言うんだろ。わかってる、そのあたりはちゃんとわかってるんだけど、それとは別で。いいえ、シロはわかっていません。相手はあのイリアスフィールですよ。彼女ほどのマスターなら、この屋敷の欠点などいくらでもカンパできますし、結界を壊すことさえ容易でしょう。にもかかわらず、シロを自ら招き入れる。獅子心中の虫どころの話ではない。あなたは自ら毒薬を飲もうとしているのです。
や、イリアは何もしないって約束したんだ。それにバサーカーだって連れてないし、日が落ちるまでは戦わないって。今のイリアはただの女の子なんだから、そこまで目くじら立てることはないと思う。性別など関係ありません。大体シロは私に隠れてイリアスフィールと何をしていたのですか。あなたは彼女に殺されかかったのですよ。だというのに気にかけるなど、人がいいというよりバカですか、あなたは。けど話してみるとイリアだっていいやつだぞ。あの子は善悪をまだ知らないだけで、ちゃんといいことと悪いことを教えてあげればだな。甘い。アインツベルンのマスターの言葉を信じるというのですか、シローは。かの一族は聖杯を手に入れるためだけに存在するもの。約束など何事もなかったかのように破り捨てるに決まっています。そんなことない。今のは言い過ぎだぞ、セイバー。イリアはイリアだ。アインツベルンがどんな奴らかは知らないが、一緒にして考えるな。確かにその通りでした。シローの発言は正しい。セイバー、それじゃ。まああんな小声で主張されても説得力はありませんでしたが、いいです、わかりました。今のままでは霊樹を使われかねませんから。シローが信じたイリアスフィールを私も信じるとしましょう。セイバー。ですが私は会いませんからね。イリアスフィールと対峙して私が冷静でいられるとは限りませんし、イリアスフィールとて私を前にしては身構えるでしょう。まあそうだな。けどそれじゃあセイバーはどうするんだ。以前使っていた客まで待機しています。万が一の時は駆けつけますから、心配なさらずに。うん、すまないセイバー。でもこれはその、わかっています。あなたにキリツグと聖杯戦争の関係を話したのは私だ。ならばこうなることも覚悟しておくべきだったのです。お邪魔しまーす。ってここがシローのお家なんだ。じゃあまずお茶にしよう。今に案内するからついてきてくれ。はーい。あ、板張りの廊下だね。聞いてた通り日本の建物だ。紅茶にしようと思ったんだが、それじゃ芸がないし、イリアのお城のものにはかなわないから日本茶にしといた。あ、苦かったら薄めるんで行ってくれ。うん、ありがとう。シロ、いただきます。入れ直すから無理しなくていいぞ。そんなことないよ。結構なお手前でした。面白いことなんてないぞ。いいの、ただ見たいだけなんだから。魔術的な価値がないのは入った時に分かったし、シロは案内してくれるだけでいいよ。思ったより狭いんだね。回廊のくせに片っぽはガラスだし、これじゃ
時に困るよ。これがシロウの部屋？嘘よ、こんなとこに人なんて住めないんだから。ここが庭？日本の魔術師は大変ね。こんな猫の額ぐらいのガーデンじゃ何も育てられないじゃない。知ってる、ここ道場って言うんでしょ。おじいさまが言ってたもの、連中は裸足で切り合う野蛮人だって。いや、物置の中なんて見たくない。そういうところは使用人に任せておけばいいんだから。ねえ、次は？まだあっちの方行ってないよ。早く行こうしろ。はいはい、じゃあ次は裏側な。ここ数年使ってないから汚れてるけど気にしないでくれ。これで終わり。離れもあるんだけど、そっちは勘弁な。今はセイバーが寝てるから。そっか、これで全部なんだ。イリア、どうした？疲れたのか？うん、ちょっと疲れちゃった。だって誰もいないんだもん。私、復讐に来たのに、その相手がもういないのって、悲しいね。あれ、おかしいな。私泣いてるみたい。怖いことも悲しいこともなかったのに、変だよね。こうしろ。そろそろ帰らないと日が暮れちゃう。夜になる前に別れないと戦いになっちゃうよ、私たち。あ、そうだな。じゃあ公園まで送っていこうか。うん、シロ、ちゃんとレディーの扱い方わかってるじゃない。マキリとアインツベルンの執念は深い。奴らの祈願は500年と1000年だ。よし、気を取り直していかないと。今日は意外な奴と会ってたんで忘れてたんだ。次は気をつけるから多めに見てくれ。ふーん、そう、随分と簡単な言葉で終わらせるんだ。切り継ぐとは違うと思ってたのに。シロウも結局同じなんだ。
イリア。いいわ。その方が私も楽しいし、あなたは予定通り私のおもちゃにしてあげる。それじゃあまたね、お兄ちゃん。今日は見逃してあげるけど、次に会うときは気をつけないとダメだよ。イリア。怒らせたのかな、今の。何にせよ、次に会う時までに何か考えておかないとな。ただいまって、なんだ、さくら寝ちゃってるじゃないか。だよな、風邪気味だって言うのに、学校と部活、おまけにうちの手伝いだもんな。さくら、頑張りすぎだ。ほら、毛布もかけないで寝たら、また風邪ひくぞ。先輩。さくら、毛布持ってきた、けど。シロ、帰ってきたのですか？素晴らしい動きです。しかしシロ、テーブルの上に乗るのはどうかと思うのですが。そうだな、ちょっと気が動転してた。ですが、何かあったのですか？視線も落ち着かないようですし、気にかかることでも。別に何でもない。それより道場に場所を変えよう。さくらを寝かせといてやりたいし、夕飯まで手合わせしたい。いい心がけです、シロ。昨日の休息で私の体調も万全ですし、今夜の戦いに備えるとしましょうか。
何よ、急に黙り込んで。そんな顔したってごまかされないわ。シロが謝らないなら、私だって謝らないんだから。シロが私を嫌いだって言うなら、私だって今すぐ。決めた。イリア、サーヴァントだ。約束を破った代償として、一回だけイリアのサーヴァントになるっていうのはダメかな。シロを人形に、サーヴァント？そうだ。もうどうやったって今日の約束は守れないだろ。だからその代わりに一回だけイリアの言うことを聞く。それならイリアだって少しは気が晴れるんじゃないのか。ううん、そんなの嘘。シロは公園に来なかったもの。口でした約束なんてすぐ終わっちゃうんだから、シロの言葉なんて信用しないわ。わかってる。だから一回分の礼儀としてイリアの言うことを聞くんだ。一度きりだけど、その代わり絶対に破らない約束だ。それなら信用してくれるか。信用ってけど、私シロに対する礼儀なんて持ってないし。ああ、けど必ず守る。契約もないし、実際礼儀を使うわけじゃないけど、ちゃんとレイジとして受け止める。イリアはマスターで、俺もマスターだ。自分の刻印に誓ってレイジと認めた言葉は裏切らない。本当に何でも聞いてくれるの？もちろん。だってレイジだぞ。それが俺にできる範囲のことなら、なんだっていうことを聞くぞ。わかった。それじゃあ、に連れて行って。え？イリア？ちょっと待った。レイジュだぞ。絶対言うことを聞くんだぞ。なのに、本当にそんなことでいいのか？他になんかないのか？いくらなんでもそんなの簡単すぎる。ほら、遠慮なんかしなくていいんだから、もっとマシな。遠慮なんてしてないもん。シロの嘘つき、何だって聞いてくれるって言ったじゃない。いや、聞くけど、今ので本当にいいのか、イリア。だってそんなのほら。そんなことじゃないよ。私ずっとそういうのに憧れてたわ。だからそれが一番シロにしてほしいことなんだもの。わかった。バカなこと言ってごめんな。それじゃあ行こう、イリア。小さな商店街だけど、二人で回れば楽しくなる。買い物に連れて行って。シロ、こっちこっち。ほら、コーヒー冷めちゃうよ。
着く。私とシローは最果ての駅に着きました。はい、そんなわけでシローは休憩です。今までお疲れ様でした。イリア、まだ座らないのか。うん、はい、シローのジュース。シローはコーヒーで、私はおしるこなんだよね。けどイリア、よくおしるこなんて知ってたな。向こうじゃそんな飲み物ないだろう。そうね、私も見るのは初めて。すっごく甘いから私には無理だよって昔教えてもらったの。エリア、デイジはここでおしまいにするね。ちょっとの間だったけど、ありがとうシロー。ありがとうってどうして。まだ1時間も経ってないじゃないか。商店街が飽きたならシントンに行けばいい。あそこならここよりもっといいの。だってここが終点だもの。楽しかったけど買い物はここで終わり。もうじき日が沈むから、そうしたら元の関係に戻りましょう。私はシローを殺しに来たマスターで、シローは自分のために私と戦うマスターなの。そんなの出会う前からちゃんと分かっていたんだから。そうか。じゃあこの公園を出たら。ええ、私とシローは敵同士よ。いつか夜に出会ったら時の続きをするしかないもの。だから私に殺されたくないなら先に私を殺さなきゃダメだよシロシロ、雪だよ、雪。この町の雪はあったかいね。私、普通の雪って初めて見たわ。元気だな。イリアは雪が好きなのか？ええ、冷たいのは嫌いだけど雪は好きよ。優しくてお母様に似ているもの。この髪もね、白くて女の子らしいって褒めてくれたの。綺麗な雪。キリツグが住んでた土地にもちゃんと雪は降ってたのね。シロ、また一人で出歩いてるのを見つけたら、その時も遊んであげる。
ただいまって、なんだ。桜寝ちゃってるじゃないか。だよな。風邪気味だって言うのに、学校と部活。おまけにうちの手伝いだもんな。桜、頑張りすぎだ。ほら、毛布もかけないで寝たら、また風邪ひくぞ。先輩。さくら、毛布持ってきた、けど。ちょっと。シロ、帰ってきたのですか？素晴らしい動きです。しかしシロ、テーブルの上に乗るのはどうかと思うのですが。そうだな、ちょっと気が動転してた。ですが、何かあったのですか？視線も落ち着かないようですし、気にかかることでも。別に何でもない。それより道場に場所を変えよう。さくらを寝かせといてやりたいし、夕飯まで手合わせしたい。いい心がけです、シロ。昨日の休息で私の体調も万全ですし、今夜の戦いに備えるとしましょうか。先輩、稽古もいいですけど、ほどほどにしないとダメです。月指でも大変なのに指の骨が折れかかるなんて普通じゃないと思います。さくら、もうちょっとゆっくり包帯巻いてくれ。頼む。痛いのは当たり前です。こんな怪我してるのに放っておいたら腫れるに決まってるじゃないですか。これも天罰と思って諦めてください。それに、セーバーさんもセーバーさんです。先輩より上手なら、もう少しやりようがあるんじゃないですか？先輩、体のところどころが腫れ上がってて、これじゃお風呂にも入れません。さくら、言葉を返しますが、それはシローが望んだことです。私はシローの要求に応えたに過ぎない。それに今夜の怪我はシローにも責任がある。自分から手合わせを願ったというのに、集中力が全くなかったのですから。先輩、気分でも悪かったんですか？
その不確かな気持ちのまま道場に入るなんて先輩らしくないですよね。全くです。一体何に気を取られていたのですか。シロウは竹刀を握っても見ているのは空ばかりで気迫が全く感じられなかった。いや、それはその、大丈夫だ。食いすぎて胃がもたれただけだから、お茶でも入れてくれれば助かる。そうですね。それじゃあ食後のお茶入れてきます。ぬるめでお願いします。先輩、どうぞ。お茶入りました。ああ、サンキュー、さくら。どういたしまして。先輩も夕食ご苦労様でした。いただきます。しかし、タイガはどうしたのでしょうね。ここのところ、彼女の姿はあまり見ませんが。え、まあ、フジネならさっき連絡があって、今夜は来れないって。詳しくは聞けなかったけど、病院を回るとかなんとか言ってた。そうですか。タイガはシロウのくせに詳しいですから、もう少し話が聞きたかったのですが、仕方ありません。シロウの強化は次の機会にするとしましょう。もしかして昨日と今日の稽古はまだ序の口だったのかな。セイバー、当然です。今までの鍛錬は単に今のシロウができることを体で知ってもらっただけですから、シロウの特性を生かした生存方法を考慮するのはこれからです。そうか、ハードっぽいなそれ。厳しいというのであれば厳しいですが、そもそも今までの鍛錬は準備運動に過ぎません。うわ、何ですか今のため息は。シロ、これはあなたのためになることであって。サクラ、そうかじゃないだろう。お前また俺たちに黙って無理よ。あれ、今そのさくらが苦しそうにしてたから。あ、いえ違いますよ。私ちょっと寝ちゃってただけです。どかすな、昨日の今日なんだ。風がぶり返したと思っただろう。すみません、今日は一日中眠くて気を抜くとまぶたが落ちちゃうんです。
そうか。まあ夕方も寝てたしな。疲れてるならもう休んでいいんだぞ。後片付けは俺がやっとくから。はい、そうですね。それじゃあお言葉に甘えて先に失礼させてもらいます。シロ、サーヴァントの気配です。それ近いのか、セイバ。距離的には問題ありません。シロの足を考慮しても全力で追跡すれば5分ほどで追いつけます。マスター、指示を。行くぞ、先導してくれ、セイバ。手が来たようじゃな。おう、誰かと思えばセーバーのマスターか。いやはや、これはしたり。助っ人を用意しておくとは、当社家の娘にしては頭が回る。そんなわけないでしょ。あんたを押さえつけて白状させるのなんて、私とアーチャーだけで十分よ。あそこにいるのはただの観客。私とは関係ないんだから。あんた何やってんのよ。こんな時にやってくるなんて死にたいの。シロ。わかってる。今は遠坂たちと争ってる場合じゃない。うん、隠しておきたかったが仕方あるまい。わしとてサーヴァントを2体敵に回しては生き残れんからの。本当にまだ残っていやがったのか。シロ、下がって。あれはキャスターですが、キャスターではありません。外装能力はそのままですが、意志である魂を感じない。あれはキャスターの死骸を別のもので補っただけの模造品です。ほう、さすがはセイバー。一目でわしのからくりを見抜きおったが、いやはや、これでは信じ程度のライダーがかなわんのも道理。キャスターもなすすべなくお主に敗れたように、そこのアーチャーとてお主の敵ではあるまい。工場はそれだけか。我らを図った罪だけではない。敵同士とはいえ、キャスターとてサーヴァントに選ばれた英霊だ。その亡骸をもてあそぶからには相応の覚悟があるのだろうな。さて、わしは使われなくなったものを拾っただけ。
それを下道というのなら構わんがな、セイバー。それではお主の行く末はその下道にも踊ってしまうぞ。何しろその身は最高のサーヴァント。ならばこのようなムクロよりお主を屈服させるが最上じゃ。その体を我が虫どもに食わせ、そこなムクロと同じ命運をたどらせよ。貴様。ハハハハハ。何を生きどる。所詮サーヴァントなど主の道具、どのように刺激するかなど問題ではあるまい。レイジュで縛られるも、死してなお使われるも同じ。ならば、心ない人形と化すが、ウヌらのためであろう。そこまでだ。なんと。終わりだ、魔術師。過去からの経験でな。お前のような妖物は早めに処理することにしている。ありえぬ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 。まさか、危ない！
始まるよ。さて、今回のデッドエンドはズバリ愛情の欠如。あるヒロインの好感度が一定値に達していないと、ここで強制的にデッドエンドになる仕組みよ。このエンドを迎えた君はちょっと優しさが足りないぞ。仮に例えばの話だけど、風邪で寝込んじゃった女の子をほっぽっといて夜中に出歩くのはどうかと思うわ。そのあたりを踏まえて6日目あたりからやり直してみるといいかも。それじゃあ次のタイガー道場で待ってるよ。エミヤ君、目が覚めた？大丈夫？私がわかる。わかる。こんな時に人を平手打ちするのは間違いなく遠坂だ。よかった。減らず口を言えるなら大丈夫ね。バカ、何笑ってるのよ。言っとくけど礼は言わないわよ。あんな真似は二度としないで。助けてもらった相手に死なれたら借りを返すこともできなくなる。どうさか、あの変なのはどうした？消えたわ。エミヤ君が影の上に立って倒れたと思ったらもういなかった。あれ自身はあっちの方からやってきたみたいだけど。そうか。けど俺ずいぶんと長く変なのに絡まってた気がするんだけど。本当？あなたが私を突き飛ばしてから今まで10秒も経ってないわよ。その証拠にほら。シロ、またあなたは無茶な真似をして。離れなさい、アーチャーのマスター。それ以上我がマスターに近寄るのなら敵対行為とみなします。何？もしかして私も敵？当然でしょう。あなたはマスターでありアーチャーを連れている。何のつもりでシローがあなたをかばったかは知りませんが、みすみす我が主に近づかせることはできない。いや、違うんだ、セイバ。遠坂とは今休戦中で、キャスターを倒すまで。シロー、しっかり気をつけて。だから、遠坂は敵じゃない。そういう約束なんだ。わかりました。あなたがそう言うのなら、彼女とは争いません。ですから。悪い。正直、もう喋れない。助かったか。ま、本体に触れたわけでもなし、実体のあるものなら怒りを移された程度だろう。アーチャー、あなたは今の影が何者か知っているのですか？さてな。だがこれで一つはっきりした。キャスターなきやと町の人間から魔力を吸い上げているのは今の影だろうよ。どうやら支援を優先できる状況ではなくなったようだ。そうだろ、エミヤ・シロ。え？あれが何であるかはお前の直感が正しい。サーヴァントとして召喚されたというのに、結局はあれの相手をさせられるというわけだ。アーチャー、あなたは一体？そうか、君はまだ守護者ではなかったな。ではあの手の類と対峙したことはなかろう。いずこにいようとやることに変わりがないとはな。
想を悲観したものではないか。まだことは起きていない。後始末にとどまるか、その前に型をつけるのか。今回は摘み取れる可能性がまだ残されているのだから。さくら、睡眠中ではなかったのですか？どいてください。そんな支え方じゃ、先輩が辛くなる。いえ、これは私が任されたことです。それに、何らかの病だとしたら、あなたにまで移ってしまう。そんなことを言ってるんじゃありません。セイバーさん。あなたと先輩が何をしているのかは知りません。聞いても答えてもらえないことだって分かっていますから、問いただすこともしませんでした。けど、あなたが来てから先輩は、毎日辛そうでした。それだけならよかったのに、今夜は怪我をして帰ってきたんです。さくら、それは、セイバーさんの事情は知りません。けど、もう少し上手いやり方があるんじゃないですか？それができないって言うなら、せめて、先輩を巻き込むのはやめてください。まったねー。明日こそ遅刻しないでよま、こんな日もあるか。ちょっと、誰かいるの？
何してんだろう、私。こればかりはいつになってもなれんものだな。器用なものだ。先ほどの体も元より借り物だったということか。ほう、見ておったのか、アサシ。そうよ、わしの肉体はとうの昔に滅び去っておる。こうしてすでに出来上がっている体に寄生するだけの老いぼれでな。他の者どものように日の元に出られる体ではない。そうか、元の体などどうでもよい。単に一人分の肉が必要なだけなのだな。そうして得た肉を好みの形に作り上げるわけか。どのみち中身は虫どもなのだ。人間としての機能は虫どもが果たす。まさに擬態よな。ほほう、わずか一日で饒舌になったではないか、アサシ。その様では己が望みを思い出したか。無論、我は同じ望みを持つ召喚者にのみ呼び出される。魔術師殿の不死への渇望がこの身を招いたのだ。故に私が望むは永遠のみだが、いささか疑問が生じた。魔術師殿はすでに不死、その年月も500を超えよう。ならば望みはとうにかなっているのではないか。
いやいや、わしは不死ではないぞ、アサシ。わしの体は腐る。何度新しい肉体を得ようと腐る。何をしようと腐っていくのだ。この新しい肉体とてすでに腐敗が始まっている。生きたまま自身が腐っていくこの不快と屈辱、自らが人ではなく虫なのだと受け入れる絶望といえば分かってもらえるかな。なぜ腐る？虫どもでは真っ当の肉体を作れないのか？そのようなことはないぞ。虫どもは生きがいいからな。わしは永遠に生き続ける方法、人間としてとどまれる方式としてこの延命法を選んだつもりじゃ。ますますわからぬな。完全な肉体維持を選んでおいてその始末なのか。そもそもなぜ外見を老人に模す？肉を粘土のようにこねるのならいかようにも姿は変えられよう。良い質問じゃ。ではトーンが元の肉体を完全に失った者が自らの力だけでかつての自分を復元するとしよう。その場合肉体を元の形に戻す者は何だと思う？肉体は己の肉体を記録している。肌がそげ肉が落ちようとかつての姿に戻るのは肉体そのものに設計図があるからだ。うん、遺伝子に記録された構成図じゃな。だがわしの場合は違う。その自身の構成を記録していた肉体そのものを失ったのだ。設計図を持って肉体を復元することはできぬ。その場合事故を覚え元通りの形にするものは何だと思うね？なるほど。自身の魂だけを生かし肉体は生きている者たちから摂取する。それが魔術師殿の不死の正体だ。故に他の姿にはなれない。魔術師殿が存命させているものは肉体ではなく魂。故に魂以外の姿は形作れないと。当然であろう。わしとて好き好んで老人の体を得ているわけではないわ。よいか、わしはこの姿しか作れんのだ。それも定期的に変えねば腐り落ちる不出来なものよ。かつては一度の取り替えで54年活動したわしが今では数ヶ月に一度取り替えねば存命できぬ。その矮小さ、腐敗する苦しみが誰に理解できようか。間違えるな、今代のアサシンよ。そのようなものを二度と不死と称するでない。納得がいった。つまり腐っているのは肉体ではなく。そう、魂が腐っておる。時間の蓄積は幽体にさえ影響を及ぼすのだ。故にわしの体は腐る。構成図である魂が腐っていては肉体が腐り落ちるのも当然であろう。故に聖杯を求めるか。憤るわけよな。その永遠、なまじ永久を知らぬ者よりつらかろう。そうだと。わしの体は腐る。腐るのだ。その苦しみ、骨の髄まで侵す毒から解放されねばならぬ。そのための聖杯、そのための死なない体よ。そうだ。わしは死にたくない。まだ生きていたい。この世から消えてなくなるなど考えるだに恐ろしい。それから逃れるために何百年と生き、腐敗から逃れるために何千という肉を食らい続けた。わかるか、山の主よ。わしはこの虫と化した自身が恨めし、わしだけが腐ることが恨めし、
人として当然のように正しい肉体を授かる虫どもが恨めしいのだ。100年の亡年か、私には理解できぬが。できぬが、魔術師殿がこの私のマスターにふさわしい。よかろう。人として扱われなかった者同士、共に永遠を目指すとしよう。